道頓堀座座は、大阪府大阪市中央区道頓堀にある民営の劇場。収容人数の違う二つの劇場を併設している。1999年まで、道頓堀小座の一つである中座があった場所の跡地に建てられたセラビスクエア中座が、リニューアルオープンして、複合商業施設、中座クイダをレビルに名称を変更後、地下1階に2010年設立された劇場。 主にお笑いライブが行われている。2018年、同じフロア内に新劇場、ザザボックスを開設して3つの劇場で営業していたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、ザザボックスは2020年に閉館した。お笑い、演劇、コンサートなどを開催している、多目的スペース。お笑い、落語などを開催していて、毎日お笑いライブが昼間の時間帯に複数回。 行われている。2018年6月、同じフロア内にドートンボリスクエアがオープンするときに増設された劇場で座席は100席270度のプロジェクションマッピングを増設していてフードミュージカルがあったをロングラン公演していた。ガッタで使用していない時間帯はザザ吉本ライブを不定期で開催していた。インバウンド向けミュージカルだったガッタがあったが 新型コロナウイルス感染拡大の影響で終了が決まり、劇場も2020年8月31日に閉館した。ありがとうございます。